皆さんこんにちは。今回のご紹介なんですが、非常に珍しい面白いドライブレコーダー、特に駐車監視をすごく意識している方にとっては待望のドライブレコーダーがリリースとなっておりますので、ご紹介をいたします。で、私のチャンネルの方では、まあ、あまりプロモーションというよりも、実際私がこれ使ってみてどうだったかっていう感想を率直に皆様にお伝えしようかなと思います。プロモーションに関しましてはラブーンの方でブログの方を上げておりますので、ぜひそちらの方をご覧になっていただければと思います。で、このスマートレコなんですけど、すごい珍しいなと思ったのはこちらなんですが、今までこういった形でカメラを取り付けるドライブレコーダーってなかったと思うんですけど、スマートレコの中でも、まあ、4カメのドライブレコーダーなんかは、まあ、こういったサイドカメラ式のものがあったりしたと思うんですが、この HSR-S100 っていうのは従来つけているドライブレコーダー、例えばこちらなんですけど、これは NP1 なんですけども、まあ、パイオニアさんの方でレビューの方依頼を受けてたので、まあ、こちらの方ですね、まあ、後ほどレビューするんですけれども、今こういったものをつけてます。で、これ2カメラドライブレコーダーになっていて、まあ、後ろにもドライブレコーダーついてるんですけれども、あちらはこのドライブレコーダーとはまた別のドライブレコーダーがついてるということになっているんですけれども、まあ、これ自体は2カメラというものになってます。またこちらね、アキーヨの合図ってやつなんですけど、今まだテスト段階になっていてレビューができてない状況で、まあ、これも2カメラ式のドライブレコーダーになってます。カメラ自体はね、3つついてるんですけど、2カメラのドライブレコーダーということになっていて、まあ、こういうものを通常つけてらっしゃる方っていうのが多いと思うんですね。で、これだと駐車監視をするときって前後しか見れない。まあ、NP1 とかですと車内カメラついてるんで、窓越しからの状況というのは映し出せるとは思うんですけれども、ちょっとそれだけだと直接的ではなくて間接的な撮影しかできないということもありますので、今回はこういった直接的に、特にサイドなのでドアパンチ、まあ、その辺すごく気になると思うんですね。なので、まあ、このスマートレコから出たドライブレコーダー、非常に駐車監視、車を守る上ではすごくうってつけのドライブレコーダーということで、皆様にご紹介していきたいなということになります。で、話を戻しますと、まあ、私は今回こんな感じでトリムの上につけたんですけれども、まあ、車検のことを考えますと、例えばこのガラスにつけたりするのは車検としては NG になってしまったりとか、あとはフロントの車検対応にはなってないそうなんですね。なので取り付けができないと。クォーターガラスに基本的にはまあつけるようにはなってるんですけれども、まあ私の場合これミニバンということで、あと全長が長いということ、また車高が高い車になっているので、ドアパンチが今一つ直接的に映らないということで、映像を意識して私は今回こちらに設置しております。ここですと結構直接的に見えるようになっておりますので、まあ、映像を見ていただきますとかなり直接的に見えているのがお分かりいただけると思います。また後ほどご紹介するんですけども、こちらの方は駐車監視モードっていうのが主に3つあります。で、その中の今回紹介しているのはモーション感知っていう駐車監視モードなんですけど、あれだと常時でなおかつ音も出るということになりますので、まあドアパンチされたっていうことも音でしっかりと確認ができて収録ができるということになってますので、モーション感知モードが最も使えるモードなんじゃないかなということで、私の方は今回感じたところなんですけれども、まあそういったものもついております。ユニットなんですけど、今までの従来のドライブレコーダーと違って、窓越しにつけるタイプのものではなくて、こういったダッシュボードの側面等につけるタイプのものです。で、これ右にあるやつはアイゾーンというもので、詳しくはラブーンの方で紹介しているので見ていただければと思うんですけども、まあそれと同じようなところにこうつけるといった感じのものとなっております。で、このように、私の場合は、まあ取り外すようにしてやって、まあこういったものになってます。でも非常にシンプルでして、基本的にこのユニットでの操作もできるんですけれども、メインはアプリで操作をするといったものとなっております。で、機能の方なんですが、スマートレコのこのアプリを展開しないと見れないので、実際そちらで見ていこうと思うんですけれども、で、ドライブレコーダー接続。で、その時に Wi-Fi に接続する必要というのがあるということですね。まあ、こちらがですね、実際の設定画面になってるんですけれども、今回注目すべきところはこの駐車
動作モードというところなんですけど、で私が今一押ししているのはこのモーション感知です。で長時間モードっていうのが衝撃検知プラスタイムラプスっていうやつですね。でこちらの低電力モードっていうのは衝撃検知のみということで、この3つの設定ができます。でこのモーション感知に関しましても、モーション感知だけじゃなくて、ドアパンチされて衝撃が加わった時というのも収録ができるようにもなっています。なのでこのモーション感知というのが最もこのドライブレコーダーの中では強力なモードなんではないかなということで、まあおすすめをしているということになります。でちなみにこのハイパーラプスっていうのがあるんですけど、これ常時録画モードの時って、まあ通常音声が入って、まあ、29.1fps という、まあ、フレームレートで動画の方が撮影されるわけなんですけれども、常時走行している時のタイムラプスモードということで思っていただければいいと思います。なので駐車監視に重きを置いたドライブレコーダーということになっております。それではですね、具体的に駐車動作モードということで、一番そこが気になると思うので、どういう感じで動作するのっていうのをご紹介していこうかなと思います。で一度エンジンの方切りたいと思います。まあ、ハイブリッドなのでパワーですね、切ります。駐車監視モードに切り替わります。今モーション感知モードになっております。ちょっと昼間なので見にくいかもしれないんですけど、今これパイロットランプが今ですね点灯しています。外側からもパイロットランプが見えるようになっておりまして、点灯点滅、まあどちらか点灯形式に関しましても選べるようになっています。で私は点滅ということにしてありますので、外から見ると点滅しているのがお分かりいただけるかと思います。その時に駐車監視がされているといった状態になっております。はい、外から見ていただくとこんな感じで、今早く点灯してたと思うんですけれども、これ今検知してます。で私今これカメラの前に直でいますので、今検知して動画の収録をしているといった状態です。でこれはですね、ラブンの方でも詳しく紹介しているんですけれども、検知している時というのはもう連続で動画の収録がなされます。で最初の段階はプリレコーディング機能みたいに最初の5秒間、それから後の15秒間を収録するんですけれども、それを過ぎると20秒刻みで連続的に動画の収録がなされるようになるということになります。はい、今ちゃんと検知しているのが分かりいただけると思うんですけれども、もう人がいる状態でしたらもう連続で検知することになりますので、まあ常時録画みたいな形式で動画の収録がされると、まあ、いうことになってます。で例えば衝撃が加わった時でも録画の方が収録されるんですけれど、おそらくこれモーション感知の方が素早く感知されて動画に収録されるので、衝撃録画っていうのはあまり使わないんじゃないかなとは思います。で衝撃録画自体もプリレコーディング機能がついているものとなっています。でさっきの収録動画になるんですけれども、このドライブレコーダーの映像というところですね。でこの SD カード内の映像というところを押してもらいます。でこれですね、駐車っていうやつですね。でさっきはね12時11分ぐらい、まあ、この辺ですね、もう連続的にこれ撮影今始めてるわけなんですけれども、まあ、こういった形になっています。で私今右側に立ったんで、ここを押して、はい、こんな感じで私収録してたわけなんですけれども、もう人が立ってる状態でちゃんとモーションを感知している状態ですと、もう連続的に動画の収録がされると。でしかもこれ今後ろにボクシー止まってますけれども、この窓の状況、このキャビン内の状況っていうのはしっかりとつかめるようなカメラの位置になってますんで、もしもドアパンチを受けた時でもしっかりとわかるようなカメラの位置設定になっていると、まあ、いうことになります。もう一つ使える機能としては、この長時間モード、タイムラプスモードですね。まあ、こちらをご紹介をしていこうかなと思います。で、長時間モードに設定がされていましたんで、もう一度エンジンをオフにします。駐車監視モードに切り替わります。はい、こういったアナウンスが出てるんですけれども、乗降している時なんですけれども、まあ、すぐには切り替わらなくて、今点滅してるんですけど、まあ、点滅するようになったら、タイムラプスモードに移行すると。感じになります。でこれで今動画の収録がされているということになります。後ほどこちらの収録動画を見ていきたいと思うんですけれども、でこの状態でさらに衝撃が
加われば衝撃録画の収録もできるようになっているということになります。例えばここでドアパンを受けたとします。一度叩いてみたいと思うんですけれども、でこちらを開いてみようと思うんですけれども、はい、今動画収録流してるんですけれども、ちゃんと衝撃を加えた瞬間を捉えているということで、ユニットが左にはあるんですけど、ちゃんと右側のドアの衝撃しっかりと検知しているのがお分かりいただけるんではないかと思います。非常に感度としては高いものになっているということをお伝えできるかと思います。でタイムラプスなんですけど、はい、こんな感じでタイムラプスもしっかりと撮影がなされると、まあ、いうことになります。はい、ってことで今回なんですけれども、スマートレコからのリリースされております HSR-S100 なんですが、まあ、こちらのですね、駐車監視モード、まあ、今回は主に2つですね、モーション感知モードと長時間モード、この2つを試しました。超低電力モードに関しましては、衝撃検知モードで衝撃を受けた 1.5 秒後から収録がされるというものになっておりますので、ドアパンを受けた瞬間っていうのが取れないんですよね。なので駐車監視を意識されている方にとってはあまり使う機能ではないかと思うので、まあ、今回はご紹介しなかったんですけれども、まあ、実際に今回私自身モーション感知以外に長時間モードを使ったんですけれども、予想以上にセンサーの感度が高くて、右側のドアに衝撃を与えてもしっかりとセンサーは衝撃を検知してくれるということで、長時間モードでも実用性の高い機能になってるんだなということで、長時間モードも十分使えるなと。ただモーション感知と長時間モードの違いと言いますと、やはり常時かタイムラプス、また音声が入ってるのか入ってないのかという違いがありますので、スマートレコで駐車監視を行う場合はモーション感知モードをまあ使用すると、まあいうことになってくるのかなというふうに思いました。まあ、こちらの製品なんですけれども、まあ、ラブーンのブログの方で私自身が今回執筆させていただいたんですけれども、まあ、ブログの方で紹介をしておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になっていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。